それではベスト8第2試合目いきましょう。レコ VS リラックス、ステージへお願いします。DJ パナソニック、この試合のビートお願いします。おう、ここで。あら、いいの？全然、お願いします。それでは行きましょう。先行リラックス、後攻レッコ、8小節かける3段、レディーファイト。いや、レコならば初対面、こんな機会は滅多にないぜ。俺は知ってんだ、応援主義ってことはもちろんに承認済みだろ。はっ、リラックスが簡単にかます、ワンパスで切る、見せてみない引き金、いや意味がね、ラップすることならできるのかどうなのか。あ、意味がね、ラップなんてしねえ、俺ただ引き金、口果てるだけ、俺花火も打ち上げるだけがレコオンダマイ、リラックスの目の前、元気バックスだぜ。いえ、勘ぐることはね、偶然の産物加工半粒か、あんた元気発達、全員バクバク、あんた相手ならエンジン爆発。何言ってんかわかんねえ、お前は陰を踏んでんじゃない、陰に踏まれてんだ。フォークさんも言ってた、布団が吹っ飛んだ、これは親父ギャグだ。でも布団が俺の北海道の北風に飛ばされて吹っ飛んだのはライムだ、わかりますか。よ、6文字でお前が踏んだところで、所詮柔らかいところで。柔らかさも大事だぜ、硬さも大事だぜ、それがライム、それが俺の合成物、俺のライム、重力号を制する、それが俺、リラックスしてるだけではダメだぜ、勘ぐることなく、こんな北の土地から来たやつ全員を皆殺し。柔らかさって言ってた割には結局何文字かで踏んでるだけ、ビートに合わせてこんだけ恋質全部を変えれなきゃ意味がねえから。お前にねえのは柔軟さ、今勝てんのは結構だけどな、セッションさせてもらうぜ、今日はセッションか、どんなもんだ、イエスセッション。イエスセッション、俺の経験上エンターテインメントだけでは悪わけねえだけ、イエ、俺の柔軟性見せていく、これ煙が充満してる会場の中、才能見せるグッドバイブス、有効愛打つ、お前のライムはずっと退屈、レコ AKA 通称怪物。終了。それでは判定に移していただきます。先攻リラックス、後攻レッコ、延長。な、俺今日延長多くね、延長多くね。 DJ パナソニック、準備できたらお願いします。それでは延長戦いきましょう。先攻レッコ、後攻リラックス、8小節かける3段、レディーファイト。